ビラス軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万1430人であり、2000年の2033人から1.9%増加した。軍庁所在地はイーグルリバー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ビラス軍は1893年4月12日に、 オナイダ軍から分離して設立され、軍名はアメリカ合衆国郵政長官を務めたウィリアム・フリーマン・ビラスにちなんで名付けられた。以前の住人はチッペワ族インディアンだった。最初の白人開拓者はアッシュマンというものであり、1818 18年にラクル・フランボーに交易基地を設けた。1850年代、軍内を通る多くの荷車道と、 トレールが建設された。ハワード砦から、ミシガン州、カッパーハーバーのウィルキンス砦に至る、オントノガン郵便道や軍事道路などがあった。ビラス軍の森林は1800年代後半から1900年代初期に、後半に伐採された。軍内に多くのダムが建設され、ウィスコンシン川流域の製材所や製紙工場まで材木を下流に流すための助けになった。 1989年に起こったウィスコンシンウォールアイ戦争の時、トミー・トンプソン知事は連邦裁判所からビラス軍の治安を保つために数百人の警官を動員するよう命令された。インディアンが連邦政府の指定する居留違いで天然資源を管理する権限を認められたことに対し、ビラス軍10人が起こって集まり妨害しようとした。 インディアンが、その年間旅客港を集めていた時に、住民は石を投げたり、ボートを転覆させようとした。最後は、和解が成立した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1018平方マイルであり、このうち陸地874平方マイル、水域は144平方マイルで、水域率は10、軍内には1318の湖がある。 多くの土地は、チェカメゴン・ニコレット国立の森とノーザンハイランド、アメリカン・リージョン州立の森、さらには広大な軍有森林地に覆われている。水は、スペリオル湖、ミシガン湖及び、ミシシッピ川に流れる。ウィスコンシン川、フランボー川、プレスクアイル川はその水源が群内にある。ビラス群を通るアメリカ国道45号線湖の二つの森は、 チェカメゴンニコレット国立の森として合わせて管理されているが、双方の原生の森の部分を含んでいることが重要である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ビラス群の経済は多くの湖と森林が集中していることへの観光に基づいている。狩猟や釣りが秋の目玉であり、冬は氷上の釣りやスノーモービルが楽しめる。 地元経済には製材業、建設業及び行政も重要な役割を果たしている。ありがとうございます。